ひたすら訓練と装備の充実により実力向上に努めたのが基盤の充実である。ベトナム戦争終結後の東西冷戦が終わり、世界中の対立と緊張の原因となった。その中で1976年旧ソ連の当時最新鋭のミグ25戦闘機が函館空港に緊急着陸。